新橋です。出口は右側です。山手線、京浸東北線と地下鉄線。あ、乗り換えです。運転席から風景、鉄道開業境地、新橋から横浜間の実況を始めます。司会は、広角ピカーチです。鉄道発祥の地、東京・新橋。京浸東北線、ここは新橋駅。旧新橋停車場、かつて駅舎があった場所に2003年平成15年開業当初のパトカーを加える。写真の様子です。古いですね。線もの昔の線路を保存します。ゼロと書いてます。一般は鉄道の記事、出る前に操作。1807年に明治5年10月、日本初の鉄道が開業。もう開業期何年経ちますか？152年。152年前の写真です。大阪神戸間開業当初の停車駅、新橋、品川、川崎、鶴見、神奈川、現在、富士、横浜。新橋から横浜間約29キロで53分で走った。東京都港区である新橋駅。鉄道開業発給で設置された FLC11-292号機蒸気機関車。小田原駅、E233系 U628 編成は止まってます。1863位、新橋駅は山手線と京浸東北線、東海道線、そして常磐線、東北線、高松系と。
高田線を上田駅で、東京メトロ、地下鉄線、リリコムが乗り入れている。バイバイ、しまいまーす。出発よし。出発進行、新橋駅停発。次は品川、品川です。E235 系山手線と並走。E235 系山手線は2015年11月にデビューし、このとデビュー初日にトラブルは相次ぎ、2016年3月に再デビューとなり、 E2500番台は2022年1月に終わって50本を置き換えて、 E217 系を置き換えを進む E235 系1000番台横近総武風線は2022年12月にデビューとなりました。新橋トロシュ間を走るリリコモです。浜松町駅通過。ダーチェーが走ってきました。浜松町、羽田空港を走る東京モノレール。空港快速、区間快速、普通を3つ。出発を走ってます。E21 系近郊電車、1万型の東京モノレール。多摩手駅通過。ここで E233 系京浜東北線と追い詰めます。追い抜けます。スモール2020年3月14日で開業した高田山手線のファイマー新しい駅高田ゲートへ。ファンライでヘツーズモが止まってます。JR 運転席からの風景では、東海道線から、車窓から、ドクターレオを見れます。このドクターレオの老朽化で、JR 東海 TO 編成は、2025年1月に、JR 西日本 T5 編成は、2027年目の引退する予定です。まだ見れてるような方、気になる方は、見かけた場合は、お買い物の記録をお願いします。ママ負け、新橋です。お出口は、右側です。横塚線と、総武本線、山手線、京浜東北線と、研究線、都営地下鉄線は乗り換えです。品川の次は、川崎に止まります。この駅から実況中継はここまでにします。
また実況実況を終わります。